どうも、ヤクモコマチです。戦国姫セブン、おだけルート続きを始めていきましょう。前回ですね、終わった時は、ついにね、今回光秀が来てますね。光秀の方を裏切ったところからですね。では、読んでいきましょう。その夜遅く、光秀殿が俺の部屋を訪ねてきた。いつか来るだろうと覚悟は決めていたので、俺は気持ちを落ち着け、静かに光秀殿と向き合った。一体どんな言葉を投げつけられるだろう。そう思っていたのだが、光秀殿が口にしたのは意外な言葉だった。こたびはご苦労様でした、総務。これで信長様の邪魔をする者は一掃できました。え？俺は一瞬光秀殿の言葉を意味を計りかねた。俺は光秀殿が計画した謀反を失敗させたのだ。てっきり責められるものとばかり思っていたのに、まさかねぎらわれるなどとは思わなかった。それに、光秀殿は謀反が失敗したことを残念に思っていないのだろうか。意外そうな顔をして、どうかしたのですか？そもそも光秀はでもそういえば、殺したいわけじゃなかったんだもんね。光秀殿が微笑みながら聞いてくるので、俺はさらに戸惑ってしまう。いえ、俺はてっきりあなたに責められるものとばかり思っていましたので。私の目的は、天下の統一を見ることです。そしてそのために信長様が天下を滑るにふさわしい器かどうかを疑っていると言いましたね。そうだね。はい、それは聞きました。今回のことで生き残った信長様はまさに天下を滑るにふさわしいということになるでしょう。あそこで死ねばそれまでの器ということになります。結果的には相馬が裏切らなかった過程で天下を滑る器になったということですね。あの状況で生き残ることができたのですから、天下の統一もなるでしょう。では光秀殿は信長様を試していたと？確かにそういう試みも含まれていましたが、それだけではありません。試み試していたらいいんだよね。それはあの場には信長様に謀反を考える者が全て集結していたのですよ。そしてそれは全て排除しました。これがどういうことか、あなたも軍師ならば分かりますよね。結果的にだけど、裏切るかもしれないなと思ってるやつを光秀が集めて、で結果的には全員倒したんだよね。あ、まさか光秀のは最初からそのつもりであの計画を問いかけて、俺は慌てて付け加えた。でももし俺が本当に信長様を撃っていたらどうするつもりだったんですか？あの夜、俺は本気で迷っていた。ひょっとすると本当に信長様を撃っていた可能性だって十分にあったのだ。一回お前にやらしたけどな。相馬がもし目的を果たし信長様を撃っていたら、その時はあなたを謀反人にして私が天下統一を目指していたでしょう。え？あまりにも大胆なことをあまりにもさらりと告げられ、俺は半ば呆れながら光秀殿を見た。どのみち信長様には敵が多すぎて、どこかで一掃しておかなければ天下統一の邪魔になりましたしね。結果的に最もいい状態に収まりました。いや、でもそれにしても。そうな、あなたも信長様を害する可能性のある敵の一人だったのですよ。いえ、今はもう敵の一人でしたと言うべきでしょうか。確かにそうですね。についてのの言う通り、俺はあの日まで信長様をいつか殺そうとそればかり考えていた。だからこそ信長様の天下統一を阻む邪魔者の一人として光秀殿に目をつけられていたのだ。そうとも知らずに俺は光秀殿の立てた謀反の計画に乗った。もしも俺が手はず通りに信長様を撃っていたら、俺は今頃。要するに私としては、天下の統一ができればそれを行う人間が誰であろうと構わないのです。これよく見るとさ、光秀その手にかけてる、てか、腕にかけてるその服、ちゃんとそれ着たら天界僧侶になるんじゃね、こいつ。あまりにも合理的すぎる光秀殿の考え方に俺の頭はついていけなかった。気がつくと光秀殿が俺を見てくすりと笑っている。今回はこういうことになりましたが、
結果として相馬にはいい方向に向かったようで良かったですね。良かったですね。良かったですね。などと言われても俺は笑えなかった。あの時俺は光秀殿の策により信長様を殺していたかもしれず、そしてその後に謀反人として殺されていたかもしれなかったのだ。しかしそんな俺の感情のことなどは光秀殿には全く興味はなさそうだった。それではこれからは信長様と末永く仲良くしてください。おお、後継ぎもよろしくお願いします。え、後継ぎ？あまりにも生々しいことをさらりと言われ、俺は思わず慌ててしまう。当然でしょう。世継ぎの問題を考えていないのですか？というか何ですか？まさかまだなのですか？光秀さんが随分と前回の時とはまたちょっと違った面白みがあるな、この人。失礼、ちょっと動かすね、マイク。まるでとばめられるように言われ、俺は戸惑いつつも正直に答える。信長様とはまだそういうことは、その、だったらさっさと済ませたらどうです？世継ぎの問題は大事な問題ですよ。いた方がいいよね。特にどうだろう、まあ今の重鎮たちは基本的に年上のやつのが多いからあれだけど、まあでも同い年ぐらいの秀吉とかがその世継ぎの子にね力を貸してくれるだろうし、そんなことを言われても、あんな風に裏切っておいて積極的に動くのはちょっと虫が良すぎるというか。そもそもこうしてあなたの命ある時点で虫が良すぎるのです。今さら何を言っているのです？光秀殿の視線と言葉が突き刺さるほどに痛い。確かに光秀殿の言う通りで、俺には返す言葉もなかった。それでは言うべきことは全て言いましたので、私はこれで。光秀殿は立ち上がり部屋を出ようとしたが、何か思い出したかのように俺を振り返った。ちなみに信長様には私があの一件に関わっていたことも報告済みですから、妙な心配や気遣いは無用です。はい？え、信長様はそれでも許したんですか？俺が思わず言うと、光秀殿はくすりと笑う。あの方は戻ってくるものに寛容ですから。それではと言い残し、光秀殿は俺の部屋を出て行ったが、俺はしばらく唖然としていた。さすがというか言葉がないな。あっさりと謀反を企んだ張本人であることを告白した光秀殿も光秀殿だが、信長様は光秀殿から全てを聞いても許したのだ。信長様の器の大きさは俺の想像をいつもはるかに超えている。いつか俺もその器に見合うだけの男になることができるだろうか。これあれか、光秀仲間ルートですか？要するにもうあれだね、世界線的にはイフ世界ですか？ちなみにこれ多分、メインストーリーからは外れました。今、アイキャッチ入ったんでね。その報告は、そろそろ仕事を切り上げようかと考えていた時に上がってきた。南蛮人の女性が浜辺に倒れていただって？ああ。最初は敵の落ち武者かと思ったが、どうやら今日の海戦の巻き添えを食らった商人らしい。やっぱりさ、この武将の声、正幸だよね。そうか、それで女の保護をしたと。ああ、だがいかんせん言葉が通じなくてな、どうにも困ってるんだ。そこでお主に相談に来たというわけだ。とは言っても俺だって南蛮の言葉がわかるわけじゃないぞ。しかし他に頼めるものがいないのだろう。結局その南蛮人と会うことになって、俺はその女が保護されている部屋へと足を向けた。なんでここでさ、毎回女って形容してるんだよ。女性じゃないんだね。失礼する。What? Who are you? さあ、問題です。誰でしょう？誰かな？今まで、ペル？ペリー？どっちだっけあれ？ペリーだっけ？黒船のペリー、ペル？あれ、ペルーか。とか、未来機械戦闘人デュクシーとかいたけど、
ユクシー、ペルー提督、黒船さんはペルーだっけ、ペリーだっけ、ペリーか、あ、いや、の提督さん、未来型ロボットのデュクシーさんでしょ。他にも何人かいるんだよね。俺覚えてるのその2人ぐらいだな、ちゃんと覚えてるのは。な、あの日本の武将じゃない、とりあえず。部屋に入るなり一目で南蛮人と分かる女が怯えたように後ずさった。そんな彼女をこれ以上刺激しないようなるべく無害を装って挨拶を続ける。当家で軍師をしている天城相馬と申す。その今回は災難だったな、戦に巻き込まれるなんて。 I was very scared. What is going on? ダメだ、やっぱり言葉が通じない。それだけで途方に暮れそうになる。すると女は何やら自分の服を指さしてわめき始めた。 Did I change of dress? 服がどうかしたのか。 No way. Are you? この服はこちらで用意したものだ。何でもあなたの着ていた服はボロボロでとてもじゃないが作るのも無理だったと報告を受けている。 Where is my dress? 言葉が通じた様子はやはりない。それどころか勝手に服を捨てたことに怒っているようにも見える。こうなったらとにかく相手の名前でも聞き出そうと俺は自分を指さしていった。ソーマだ、ソーマと呼んでくれ、ソーマ。ソーマ? Your name is ソーマ? あ、違う、ソーマだ、ソーマ。ソマじゃない、ソウマ。ソーマ?おお、ああそうだ、ソーマだ。必要以上に笑顔を浮かべてコクコクと何度もうなずく。そして今度は向こうを手のひらで指さして尋ねた。あなたの名は? My name is William Adams。 誰だってウィリアムって言ったか、こいつ。なんだって、もっとゆっくり頼む。ゆっくりだ、わかるかな、ゆっくり、ゆっくり。ゆっくりという言葉を本当にゆっくりと発音する。するとどうやら通じたらしく、女は言葉を同じようにゆっくりと紡いだ。ウ・イ・ウィ・アン・ム・ウィリアム・アダムス。ウィリアム・アダムス?アダムスが名前、ウィリアム・アダムス?アダムスが名前か?アダムス殿でいいのか? No, no! Please call me William! ウィリアムの方だよね。ウィリアムと呼んでくれと言ってるんだろうか。ウィリアム? Yes, you're good, William. 女の顔に笑顔が浮かんだ。どうやら間違ってないらしい。ようやく名前が聞き出せ、それだけでホッとする。しかし俺と反対にウィリアムはますます不安を募らせたように眉を潜め、まくし立てるようにわけのわからない言葉を繰り返した。それどころか詰め寄るように顔を近づけ、俺の着物の襟をつかむと泣き出しそうな顔で揺さぶり始めた。ああ家に帰りたいと。ゴーホームってことは。ま、待ってくれウィリアム、落ち着け、落ち着いてくれ。乱暴な振る舞いではあったが、相手の事情も分かっていて振り払うこともできない。仕方なくされるがままに俺はウィリアムが落ち着くのを待った。とにかく南蛮の言葉が分かる誰かを連れてくるか、自分で文献を漁るなりして言葉を調べるかしないと。結局この日分かったのは、女の名前がウィリアム・アダムスであるということ、それだけだった。ウィリアム・アダムス誰だ。その辺の知識は俺にはねえな、悪いけど。さあさあ、いや今回なんか変わったのがあったけども。いただけるんですか。あれいいのか。ではありがとう。お金だけ渡して徴兵をしまして、あら意外に増える、はい、あとはお意外に持てるな山形さん。でも山形さんも2000ぐらいにしといて、残りは向こうで集めてもらった方がいいんだよな、個人的には。あと内藤に渡して、まあ、直接頑張ってもらう形にしようか。誰が集められるの、
雪村、あ、雪村か。はい、じゃあこれで鍛錬を、まあ、また5人ぐらい、5、6人ってとこかな。ね、まあ、下の方行ってかな。レベル5にしよっかなとは思ってるんだけど、アマゴ、カワノ、山形、細川、あ、待って、4で3000か。4で3000か。じゃあ3、4にしよう。ババトラツナ、サナダ、ナイト、サナダか、あ、ヨシオキはまだ戦ってるからな。ヨシオキは別にか。5人で7か。もう1人いけるかな。だったらヨシオキでいいか。ちょっと、馬の中が蒸れるな。ババさんレベルアップ。これで終了でいいかな。本当にこのゲーム鉄砲とか何それ美味しいのレベルだからな。成功ですな。楽一楽座の設定だけ変えないといけないかなぐらいかな。いや、そもそも楽一楽座を成功しましたわ。するメンツは置いてあるけど成功しましたわ。あれだ、取った領地に今最近置いてないんだよな。成功しました。あ、言って悪いんだけど実際問題この近畿方面だけでいいんだよね。楽一楽打するの個人的なあれでは成功したぜ。成功です。正直なところ悪くない結果だと思いますぞ。はい、武将に会うしに行きますか。誰に会いに行こっかな。ウィレマダムさんいないのか。だったら調査場面にしとく。なんかちょっと進んだし、もうさっき刑事とかでもいいけどな、まあ、まあせっかくちょっと進んだっていうか最初のあのイベントが入ってきたし仲間にしたとした時のイベントが、まあ、なんか怪我してるらしいんですけど仲間にはいないんだよね今現状。以上が今回の策だ。何か質問はあるか。俺の発した言葉に居並ぶ面々は目白ぎもせずただ小さく頭を振った。戦が近い、そのことに気が入ってるのはわかるが早く戦いたくてうずうずしている者までいた。策の中身もわかった今あとは戦うのみ。そんな決意に満ちた表情がずらりと並んでいる。だがその中から小さいが遠慮ない様子でスクッと手が挙げられた。提案があります、天城殿。お、元親殿、聞かせてくれ。はい、今回の策ですが少し爪が甘いように思えます。ざわっと風もないのに部屋が揺れた。その理由は俺にもわかるつもりだ。当然の俺の策と俺の策が物足りないと元親殿が非難してみせたからである。幾人かが息を呑む。その表情に緊張をにじませる。だが俺は気にせず続きを促した。すると元親殿は俺の策をさらに苛烈にしたような策を口にした。その容赦のなさを後継無なんだっけ後頭無形にも思え、俺も他のみんなも驚いたように目を見張る。だが俺はすぐにその効果の絶大さに気づいた。なるほど、確かにその方が有効だ。それにその方が味方の被害も少なくて済む。どうだろうみんな、今回は元親殿の策を採用したい、異存はないか。どこからも文句など出るはずもなく、こうして次の戦では元親殿の策を用いると決まったのである。人がはけてから俺は元親殿を呼び止め、先ほどの策を絶賛した。ありがとう元親殿、素晴らしい策だ。これで次の戦勝ちは間違いないぞ。まさかあんなすごい策を思いつくとはな。いえそんな、私が口にしたのは天城殿の策を下敷きにした改良版のようなものですから。
賞賛には値しません。それに天城殿の策のままでも勝てたとは思います。ですから手柄はすべて天城殿に帰するかと思います。いや、そんなことはない。より完全な勝利を得るためにはやはり俺の策では思い切りが足らなかった。考えついた時には完璧な策だと思ってたんだが、今となっては自分の未熟を恥じるばかりだよ。ありがとう元近殿、いい勉強になった。興奮してそう伝えると、なぜか元近殿はほっとしたように胸をなで下ろした。どうしたんだ？いえ、そう言ってもらえてほっとしたんです。少し差し出がましいかなとも思いましたから。なんだそんなこと。元近殿の懸念を笑い飛ばして俺は大きく頭を振った。これからも遠慮しないでどんどん意見を言ってくれ。俺のことなんて蹴落としてやるぐらいに思ってくれて構わないから。その冗談にようやく元近殿はふんわりと微笑んでくれた。ありがとうございます。怪我のせいで槍働きはできませんけど、精一杯頑張らせていただきます。ああ、それにしても武勇に優れた人とは聞いていたが、その壺も目を見張るものがあったんだな。値千金だよ。それはその得て増えては誰にもありますから。でも増えてをなくすように努力してたんです。そっか、努力家なんだな。武士の鏡だよ。俺も見習わせてもらおう。謙遜なのか、なんだろう、なんて言うんだろう、思ってはゆいのか。元近殿は困ったような意味を浮かべる。奥ゆかしい人なんだなと、そんな人柄に触れて俺は自然と頬が緩むのを自覚した。いや違う気がするな、なんか若干乾いた笑いっぽかったから、なんか隠してんな、やっぱり元近は。それはわかるな、何隠してんだろあいつ。さてと、どうしましょうか。どう動きを見せよっかな。こっちの殲滅戦に相馬とか秀吉が全く、ここまでね、信長とか秀吉が全く必要じゃない可能性が出てきてるんですが、この際だから向こうに投げるか。というか、4人とも丸ごと投げるか、これ。いや、待てよ、ちょっと、先に山形さんを、山形さんを、これ誰？これ春日か。トラツナさんか。じゃあこっちに投げて、トラツナさんをこっちに戻して、あと動かす必要があるのは、ここの4人だけだよな。他は全部抑えが必要だから。じゃあ、高虎と刑事を、こっち側に回して、残りのモブの武将たち2人は、ここ武田側を、モブの武将と武田側で抑えようかな。ちょこちょこ武田勢を投入してるんだけど、俺が。このままこっちに、モブの武将を配置して、防衛系を、ちょっとマシマシにしていこうか。もうこのままでいいかな。楽一楽座お願いしてあるし、お金がもういらない節あるから、楽一楽座の意味を問われる気もするけど。さあ、行きますか。まあ、相手は剣心ですね。違う、影勝だ。あ、剣心いねえの？あ、影さんですか？いたのは。影ちゃんか、いたのは。そうか、それは予想外だな。どうしよっかな。ここ閉めた方が楽だよな。こことこことここで、次ここ閉めるでしょ。ここ閉めて、
そのままこっちを攻める。いや、こっちでいいか。上でいいか。大内家を。ああ、大内をしたかに。なんだっけそれ、相良さんだっけ。なんか昔にもいたような、その人。ユニークで。さあ、こっちの戦闘なんですが、まあ、当然、なんか大友家が分散して防衛をしてるんで、空き城はいただいておきましょう。上は？上もいない。じゃあ、そうだな、補足。三好細川で上に行ってもらって、こっち二人でこの城落とそうか。ちなみに徳川の動きってどんな感じですか？ちょっと確認しに行きますよ。むちゃくちゃ、めちゃくちゃ攻め込んでるとは言い難い感じですかな。でも、ここも取ってて、ここも2つ取ってるね。で、ここにも攻めてきてると。ああ、状況が状況次第では、俺は、うろうろ遊びに行きますけども。ここの辺、この辺取りに行ってもいいけどな、暇つぶしに。このまま南下するか、それとも、北進するか。上まで行って、上から、南部家のあたりまで駆け上がって、ここからこう返してくるっていうのも面白そうだけどね。面白そうだけど面倒そうであるんだよな。結局この2点で防衛しなきゃいけないんでしょ？で、こっちから寄せてきてって感じか。まあ、時間微妙か？いや、まあ、行ってもいいか。まあ、コンテンツをまるっとやって。誰攻めたの？森か、それ。攻め上がったのは。まあ、逃げる分には逃げてもらって結構ですよ。あって、まあ、どちらにせよそのいる城には俺が攻め込むんですよね。少しは頼む。よし。悪いね。準備は万全だ。にっこり。いや悪いね立花軍。その城俺に返してもらうよ。俺の城だから。一気に打ち崩すぞ。もはや俺の城だからこれ。あ、でも攻め方間違えたかな。今下でよかったかもしれないかな。あ、いや、どっちもどっちかな。そうだな、どっちもどっち。あ、どっちもどっちではないかな。誰ですか？光秀さんですか？持ち場はここか？さあ、中国方面を一気に攻め上がってるんですが、というか、あの東北方面も一気に駆け上がろうとしてるんだけどさ、どの辺で止められるかな、俺。天下統一できますよみたいなことを言われる。タイミングがあると思うんだけど。どうです？強襲突撃だね。強襲突撃。同情と。あ、意外に減らない。同情と。音が硬いからか。同情と不作ですね。同情と不作ですね。まあ、天下統一ボタンが出たらある程度のところであの攻めを。攻めているラインを切り上げるんですけど、もうめんどくさいんで。
で、あとはぼちぼち今いるメンツの武将に会うだけやっていこうかな。道場と不作ですね。結構な人数いますからね、信玄とか。道場とあの辺を一通り見たいですよね。道場と不作ですね。道場と不作ですね。あと、まあ、ちょっと気になるのは、あの本願寺の領地になんか誰かいるのかなっていうのは一応気にはなってるんだけどね、俺も。あら、獅童さん降伏してきた。あー、いらない。あー、いてもいいけどもういいかな、別に。こっちかな、多分こっちだ。あ、こっちだね。あ、今落としてますね、いっぱい。さあ、小倉山かな。これはどっちでもいいな。ワクワクしてきた。あ、ミスったかな。私が大将。あ、こっちで持ち場に着きました。まだ帰れた、よかった。長安さんのがいいです。あの一瞬で詰め寄れるんで。あ、どうしよっかな今回。あ、でも信玄たちが殴りに行くからな。向こうでサムネをね、撮るか。この辺のキャラたちみんなサムネ使ってるからな。だいたいサムネの心配毎回してます。城に立てこもり、敵に追い立てられるのを選ぶとは。城に立てこもり、敵に追い立てられるのを選ぶとは。城に立てこもり、これね、いつもどうしようかなと思ってるんだよね。最近この生放送の方のサムネって変えてないんだよね。ずっと一緒なんだよ。城に立てこもり、敵に追い立てられるのを選ぶとは。で、幻想郷ディフェンダーズのハードもずっとサムネ変えてなかったんだけど、こういう攻め方はどうですか。やっぱサムネどうする、変えた方がいいのかな。あの城に立てこもり、ディフェンダーズのハードはどうですか。あのサムネになるものがなかったから一回全部サムネにしてるし、それもあってサムネを変えなかったんだけど、戦国姫もなんか一個統一してもいいけどな。サムネ統一してもいいけど統一しなくてもいいってあたりがあれだな。さよなら。ここかな。で、北条城だからこっちだね。を取って、あと、坂戸城かな、もしくは番戸城だけど。さあ、わかりました。間もなく始まりますね。そろそろ始めるとするか。じゃあ信玄さんお任せいたします。上杉軍は影勝は女の子でいいよね。それちょっとボーイッシュだから男の子なのかなと思わんでもないけど、多分女の子でいいよね。それ捕らえましたよ。騎兵突撃お答えします。あ、戦闘に置かないと。あがきますか。ですが容赦はしませんよ。あー、サムネの絵が取れなかったな。ですが容赦はしませんよ。待ったら勝ち時を上げなさい。まあ、いっか、三井手との会話をサムネにしよう。我らの勝利を知らしめるのです。信玄かっこいいな。徳川との戦いの時も思ったけど、今回の信玄やっぱかっこいいよな。あ、捕虜になった影勝マジで。てか何、後ろ下がれないのそれ。徳川との連携を考えるなら、あれ、この人って農家さんってあれじゃね、あれでしょ、ユニーク部署じゃん。いただきます。残りはいらないのでさようなら。徳川軍が楽になるように下の領地も攻めてやるか。手伝ってやるか。仕方ねえな。なんか徳川育成ゲームしてんな。でも佐竹が謀反を起こしてる。うちにはいないですね。なんか現状を
献上物がすんげー届くんだけど、織物届きすぎじゃね。なんか鍛錬の巻物とか今もらった俺。あ、ついにあの人、あの子いなくなったじゃん。織田のあの子いなくなったじゃん。ただ代わりに笹さんいるじゃん。笹さん成政強いな、やっぱり。地防もあるし統率もあるし、序盤にいるとね使うんだけどね、現状いらないな。さよなら。本気の収入1800、やべえな。普通でも1800入んのかよ、うち。では、今回ここまでといたしましょう。では今回またの織田家のメインパートですね、次回ここから始めていきたいと思います。ではここまでのご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。お疲れ様でした。